は聞いたんじゃない？私の前を物が飛んでいくんだよね。これが結構迷惑だったりするんだけど。もっと簡単に三上くんが起きてくれればいいと思う。終わってるのに。だから一応教えてあげようとしたんだけど、ま、寝たいならご勝手にどうぞ。お、やっと起きたか。いや、思いつかなかった。それにな、俺は智也が寝てようと一向に構わんのだが、今坂さんに頼まれてたからな。ま、飯を買いに行くんなら早くした方がいいぞ。おい、智也、今日は交番休みだぞ。おばちゃん、腰痛めちゃって立てないんだってさ。しばらく交番は使えないな。ああ、本当だ。事情だから、お前が休みの間は外食も OK なんだってさ。ジュース1本買うにも外に行かなくちゃいけないなんて不便だよな。腰痛めちゃったんだって言ってんじゃねえか。立ち仕事で重いもの持つからな。もう昼休み終わりだぞ。
閉まってた？購買、閉まってたでしょ？三上くん？さて、ここに取り出したるわ。このパン欲しい？何か忘れてない？遠慮しとく。それより今坂さんどうしたの？不機嫌そうだったけど。幼なじみなりの事情ってやつね。まあいいけど、それじゃお先に。本当にそんな凄まじいネタなの？ちなみにその噂って実話だよね？あの亀吉の話ってデタラメだったんでしょ？
シンくんが全部白状したよ。知らなかったの？なんだ、あんな作り話を信じちゃうなんて、トムちゃんも意外と単純だね。そっか。これはお得だね。驚くべきことに、実は何教えてよ。それってシンクのこと？アホ？まあルイは友を呼ぶって言うもんね。傍から見るとものすごい大親友に思えるけど、それって目が悪いってこと？だけどともちゃんが某情報筋っていう時はいつもしんくんから流れてきた話じゃない？言われてみると確かにそうだね。危険。やっぱり異世界に引きずり込まれちゃったりするの？じゃあどうなっちゃうの？それはなんと？はい。それってで、驚くとこ？
っぱり聞きたくないよ。だってやだよ。本当？そっか、そうだよね。もし知ってたらともちゃん女の子ってことになっちゃうもんね。お風呂？それで一緒にお風呂入ったの？ことしたっけ？昔から丈夫だったんだね、ともちゃん。でもジュースかけやろうなんて言い出したのはどうせともちゃんなんでしょ。自業自得だよ。鮮明に記憶してることの方がどう考えたっておかしいよ。なんでともちゃんそんなこと覚えてるの？なんかもうそういう雰囲気じゃないし。それに七不思議よりももっと面白い話聞けたしね。っていうよりなんか懐かしかったんだもん。今考えるとあの頃ってすごく幸せだったんじゃないかなとかって思う。ゆえとともちゃんとあやちゃん3人でいつも一緒だったじゃない。なんかすごく懐かしいよ。3人でいつも一緒だったじゃない？